グイードフォン・シュターレンベルク・グイードバルト・リュディガーフォン・シュターレンベルクは、オーストリアの貴族、軍人。同じく軍人のエルンスト・リュディガーフォン・シュターレンベルクは、いとこにあたる。1683年の第二次ウィーン包囲では、エルンストの副官として、ウィーンに泊まって、オスマン帝国を迎え撃ち、続く大トルコ戦争で、遠征軍に加わり1686年のブダの戦い。 翌1687年のモハーチの戦い、1688年のベオグラード包囲戦と1691年のスランカメンの戦いに従軍、1697年にはプリンツオイゲンの部下としてゼンタの戦いにも参戦している。1701年にスペイン継承戦争が始まると引き続きオイゲンの指揮下でイタリアのフランス軍と交戦、 1703年に、オイゲンが、ドイツ戦線に移ると、オーストリア軍の指揮を委ねられた。イタリア戦線ではフランスから寝返ったサボイアヴビットーリオアメデイを2世と合流して、フランスの将軍バンドウム港と戦ったがトリノに、追いやられ、1705年に、ドイツから戻ったオイゲンと、交代、1706年からハンガリーで起こった、ラーコーツフェレンツ2世の反乱鎮圧へ、出動。 1708年に、スペイン戦線へ転任させられた。スペインでは、カタルーニャに駐屯、イギリスの将軍ジェームズ・スタンホープと、スペイン王位候補者のカール大公と共に、フェリペ・ゴセイと、交戦、1710年にアルメナラの戦いサラゴサの、戦いで、スペイン軍に連勝、勢いに乗って、マドリードを占領した。だが、フランスから出兵してきたバンドームが迫ると、 マドリードから引き上げたが、イギリス軍がバンドームの奇襲にアイスタンホープが捕虜となり、イギリス軍の救援に向かったところ。この戦いは互いに多数の死傷者を出した末に撤退したが、フェリペ5世側の戦略的優位が決定的となり、バルセロナ周辺の防衛しかできなくなった。1713年にユトレヒト条約と合わせて結ばれた中立協定でスペインから帰国。 1716年から1718年まで、大ンが、オード戦争で、オスマン帝国と戦い、オーストリアに、不在の時は、彼の代わりに、軍事委員会総裁を務め、1737年に、亡くなるまでスラボニアの総督を務めた。ありがとうございます。